霊夢、放送時刻直前まで寝るなんてひどいぞ。ねえマリサ、最近のミステリーって範囲が広いと思わない？古代から最新科学まで幅広いから、いつの時代の発見なのかを調べないとわかりづらくて。それで寝不足なの、コクン。やれやれ、せっかく今日は古代の遺跡やユーマ、年収アップに効果がある、とっておきのミステリーを紹介しようと思ったのに。教えて、その年収アップ、出世間違いなしのミステリーを。うわぁ、血走った目で迫るなぁ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1、プラトンの埋葬場所。最初に紹介するのは、プラトンの埋葬場所についてだぜ。霊夢、さすがにプラトンの名前くらいは知ってるよな？そりゃ知ってるわよ。なんたって世界三大哲学者って言われてるんでしょ？そうだ。ちなみに世界三大哲学者はプラトンの他は、ソクラテス、アリストテレスだぜ。で、今回紹介したいのはプラトンの埋葬場所についてなんだ。今までわかっていなかったの？どうやらそうらしいんだ。そんなことってあり得るの？だって当時からかなりの有名人だったんでしょ。なのにどうして埋葬場所が明らかになっていないわけ？確かに霊夢の言う通り、プラトンは生前の時代から哲学者として非常に有名な存在だった。少しだけ彼がどんな人生を送ったかを解説しよう。オッケー。彼は哲学者ソクラテスを支持し、ソクラテスの下で哲学や対話術を学んだとされているんだ。プラトンを代表する著作は、ソクラテスの弁明、教演、パイドンなどなどで、数多く執筆を行っていたそうだ。ふんふん。そうした執筆活動の最中、現在のギリシャの首都、アテネ郊外、アカデメイアという地にプラトンは学園を開いたんだ。ちなみにアカデメイアは、アカデミアということもあるんだとか。ひょっとして、英語のアカデミーの語源って、ここから来ているの？だと言われているぜ。で、プラトンは80歳で亡くなるんだが、晩年まで著述と、アカデミアの学園にて教育に尽力していたそうなんだ。学園で教えたのは哲学だけではなく、幾何学や天文学なども教えていたらしい。余談だが彼が60歳の時に、当時17歳だったアリストテレスが入学してきたんだ。そしてプラトンが亡くなるまでの約20年間、アリストテレスはプラトンの弟子として、共に思想哲学にふけっていたそうなんだぜ。世界三大哲学者最後の人物がプラトンと出会ったのは、随分後の方なのね。とはいえ、プラトンと約20年間も一緒に過ごすことができたっていうのは、何者にも代え難い貴重な財産になったことは言うまでもないんでしょうけれど。ちなみにプラトンはいつ亡くなったと言われているの？紀元前347年頃だと言われている。今から約2300年ほど前の話だな。そんなに大昔の話だったら、記録が飛び飛びになっている可能性は十分あるわね。でもやっぱり、当時学園まで建設した人の埋葬場所が全くわからないってのには、ちょっと納得がいかないわね。今から話す内容を聞いたら、きっと納得してくれると思うぜ。そんな話があるの？どうしてプラトンの亡くなった場所、埋葬された場所が謎に包まれていたのか。その理由は、現在のイタリア、カンパニア州ナポリ近郊にある火山、ベスビオ火山の存在が大きく関係しているんだ。か、火山が関係しているの？しかもギリシャじゃなくて、イタリア？どういうこと？順番に解説していこう。まず最初に話したいのは、西暦79年に起きたベスビオ火山の噴火についてだ。この噴火は付近の都市に大変な打撃を与えていたと言われていて、火砕流と土石流がナポリ近郊のポンペイ市を襲ったそうなんだ。マジで？だとしたら、ポンペイ市は滅亡の危機に瀕したんじゃないの？危機に瀕したどころの話じゃない。火山灰が日夜降り注ぎ、街は溶岩で埋め尽くされ、ポンペイ市は一昼夜で滅んでしまった。やっぱり。その後、滅亡したポンペイ市に再び人の足が踏み入れられたのは、18世紀以降の話で、約1700年間もの間は、忘れられた古代都市と化していたんだよ。現在ではポンペイ遺跡として世界遺産にも登録されていて、観光客が往来しているわけなんだが、まるで2000年前の時代にタイムスリップしたかのような気分を味わえるぜ。話を聞いてるこの時点で、すでに味わいかけているわ。そしてポンペイ市と一緒に火山流に飲み込まれた町、ヘルクラネウムという場所から、古代ギリシャ語で書かれたパピルス写本が発見されているんだ。この写本自体は1792年の時にすでに回収されていたそうなんだが、どれも黒焦げになってしまっていて、とてもじゃないが読むことができなかったんだよ。記録自体は1792年に見つかっていたなんて、でも火山流に巻き込まれたんだったら、黒焦げどころか、完全に消失してしまっててもおかしくないのに、そう考えるとよくぞ形ある状態で残ってくれたわね。まさに奇跡的な話だよな。そしてこの黒焦げたパピルス写本が、昨今の最新技術を用いて解読することに成功したんだ。おお、ついに、
ていうか、よくマルコゲの写本の内容を解読することができたわね。まったくもってすごいよな。光干渉断層法という手法を用いたそうなんだが、これは赤外線、紫外線光学画像、熱画像、デジタル顕微鏡などを駆使して行われた今回の解読は、グリークスクールズ解読プロジェクトと呼ばれていて、アカデミーの歴史と呼ばれる巻物に書かれている内容の全体に対して、30% ほどの解読に成功したとされているんだぜ。単語にして、約1000語以上にも上るんだとか。マルコゲの写本の約 30% って言ったら、とんでもない復元率ね。最新技術の凄さを目の当たりにするような思いだわ。で、そこにはなんて書かれてあったの？プラトンの正確な埋葬場所を記録していたのは、古代ギリシャの哲学者、ピロデモスの著作、アカデミーの歴史の中に記されていた。ピロデモス曰く、ギリシャの首都、アテネにある学園、アカデメイアの中にプラトン専用の個人庭園があるそうなんだが、そこに彼の遺体は埋葬されているそうなんだ。おや？あ、結局アテネの学園内に埋葬されてたってこと？てっきり写本がイタリアで発見されてるもんだから、イタリアのどこかで最後を迎えたのかと思ったんだけど、そういうわけじゃなかったのね。違うんだなぁ、これが。どうしてギリシャにいるはずのプラトンの遺体の秘密が、イタリアの滅びた古代都市の中にあるのか、という霊夢の疑問は妥当だ。しかしそこにはちゃんとした理由があるのさ。まあ、理由といっても、そんなとんでもない理由ではないんだが。とにかくその秘密の鍵を握るのが、アカデミーの歴史の著者、哲学者、ピロデモスなんだ。ピロさんがどうしたの？哲学者、ピロデモスは、アテネのアカデメイアで哲学を学んだ後、イタリアに移住したことで知られている人物なんだ。加えて、プラトンが設立したアカデメイア学園は、現在では跡形もなくなっている状態だからな。アカデメイアって現存してないの？してたら絶対世界遺産に登録されてるのに。確かにアカデメイア学園はプラトンの死後、数百年の間は歴史を紡いでいたそうだが、西暦529年にヒキリスト教の学校が、一律閉鎖する法律が定められたんだ。つまり、その日以降、アカデメイアは誰も入ることのできない場所となってしまったってわけなんだよ。ということは、事実上、ピロさんの著作が当時を物語る数少ない記録ってことなのね。とはいえ、今までも学者仲間の間では、プラトンはアカデメイアのどこかに埋葬されているんじゃないか？という憶測は立てていたそうなんだけどな。まあ、話を聞いてる限り、アカデメイア学園じゃないにしても、ギリシャ国内に埋葬されていると考えるのが妥当よね。今回の写本解読によって、憶測が事実になったってわけなのね。ちなみに、どんな最後を迎えたとか、そういうことは書かれてなかったの？書かれていた。ピロデモス曰く、プラトンは晩年、高熱で苦しんでいたそうで、気を休ませるためにフルートを演奏する音楽家を自宅に招いていたそうなんだ。しかし、その音楽家が異国の人間だったらしく、聞き慣れない音楽を聞かされて、リズム感がないように思えたプラトンは、その音楽家に腹を立てていたと記されているそうだ。なかなか、しんどい最後を迎えたのね。死に際にそんな目に遭うなんて。なんだか、プラトンが残した功績を思うと、かなりかわいそうな最後を迎えたみたいだぜ。来世で幸せになってることを願うばかりね。まずはプラトンのお墓にちゃんと遺骨を埋葬するところから始めないとね。それは現実的に考えて厳しいだろうな。どうして？アカデメイアはすでに存在しない。アカデミーの歴史の解読によって、プラトンが亡くなった場所は正確になったものの、遺骨を回収するのはかなり大変だと言われているぜ。そうなの？偶然出土する可能性は否定できないが、探そうとしたらかなりの労力が必要になる。しばらくの間は、プラトンの遺骨をこの目で見ることは厳しいだろうぜ。じゃあ、やっぱり偶然に期待するしかないってことなのね。私たちの運が良ければ、きっと生きている間に拝めるはずさ。ぜひそうあってほしいものね。2. メテペックモンスター。本日二つ目に紹介するテーマは、メテペックモンスターについてだぜ。霊夢はこのモンスターについて何か知っているか？いいえ、何も知らないわ。なんだったら名前すら初めて聞いたくらいよ。この話は霊夢の好みにドンピシャだと思うぜ。メテペックモンスターは、アメリカ、メキシコ州にて発見された、エイリアンのような見た目をした生物のことなんだ。へ？見た目がエイリアン、の姿をした生物が発見されたの？噂話とかじゃなくて、しっかりと発見されたんだ。本当に見た目だけなら、映画に出てくるエイリアンそっくりのようにも見える。そんなにそっくりな生物がこの世にいるなんて。小型宇宙人ユーマとも呼ばれているこの生物は、2007年にメキシコ、メテペック郊外の農場主が捕獲したと言われている。まあ、捕獲といってもネズミ捕りに挟まっているところを見つけただけなんだがな。そりゃあね、
逃げ出した猫を捕まえるのとはわけが違うでしょうからね。発見した農場主はマリオという男性だ。マリオ氏がメテペックモンスターを発見した時は、まだ息があったらしいが、その後すぐに殺処分されたらしい。しかしそれでもメテペックモンスターは世界中のメディアを沸かせた存在となったんだ。余談だが、メテペックモンスターと呼ばれるようになったゆえんは、メキシコ、メテペック郊外の農場で発見されたから、そう呼ばれているそうだ。あるある話ね。で、その正体が今回判明したんでしょ。一体どこの星からやってきた宇宙人だったの？そこまで結論を急ぐのなら、教えてやろう。メテペックモンスター、その正体は、ゴクリ、猿だったそうだ。は？猿だ。え？比べてみるとよくわかるぜ。メテペックモンスターの顔と、リスザルの頭蓋骨がほぼ一致しているんだとか。でも、似ているだけだったら、証拠にはならないんじゃ。2010年に、農場主のオイが証言したんだよ。自分がエイリアンの赤ちゃんの体を作った。と。嘘でしょ。ほんとだ。ご丁寧に作り方まで教えてくれたぜ。小型の猿と他の動物と結合させた、と。それはそれで倫理的に大丈夫。ってなるわよ。ああ、それは大丈夫。別にこのメテペックモンスターを作るために、わざわざ猿を一匹調達したわけじゃないからな。どうやら2006年か2007年に農場主の甥っ子、ウルソル氏が動物園で働いていたそうなんだが、その時に剥製用の猿をもらったんだそうだ。そしてその猿を生きているように見せたくなり、加工した上でネズミ捕りに挟んだんだとか。うん？っていうことは、発見された当時はすでに死んでるってことよね？剥製用で渡された猿だからな。生きてるわけがないよな。ってなると、マリオさんの言い分もおかしくならない？甥っ子と二人で近所の人を驚かせてやろうと思ったんだろうな。実際、完成度は素人が作ったにしては高い方だと思うし、見た目だけでいいなら、100点満点を上げてもいいくらいの完成度だ。多分、子供や何も知らない大人ならすぐに騙せるくらいの出来栄えだと思うぜ。やっぱりそういうことだったのね。いたずら心が出てきちゃったわけね。ただ少し調子に乗りすぎた。メテペックモンスターの人気ぶりは、おそらくマリオ氏、ウルソル氏両名の予想を大きく超えてしまったんだろうな。テレビで取り上げられるわ、UFO 専門家と話をするわ。挙句の果てには、ウルソル氏は自身をエンジェル・パラシオス・ヌゲス、という名の獣医助手であるとして、獣医助手の観点から見ても、メテペックモンスターは、この世のどの生物にも該当しない、などという意見を述べているそうなんだ。それって、自作自演なんじゃないの？全くもってその通りだ。しかも彼はその後、メテペックモンスター、元イキティモンキーの剥製を、メテペックモンスターだと偽って売っているんだ。金額は30万メキシコペソ。日本円にして201万円に相当するそうだ。おーおー。そんなことまでしちゃったの？ここまで来ると、ただのいたずらでは済まない。実際にお金が動いているとなれば、これはれっきとした詐欺だ。ウルソルさんとか、マリオさんはどうなっちゃったの？別段逮捕された云々という話はないみたいだ。そもそもメテペックモンスターとして売ったつもりはないと自己弁護をし、詐欺罪には該当しないと主張しているんだとか。その言い分が通用するの？今のところ逮捕されてないところを見ると、通用しているみたいだな。ウルソル氏の方は、自分の作品が世界中の注目を集め、科学的調査が行われる姿は愉快だった。と話していたんだとか。なんせ言い草なの、ほくそ笑む姿が目に浮かぶようだわ。ただ、ここまで話がはっきりしていてなお、2014年に日本のテレビ番組が未確認生物の死体として紹介しているんだ。2014年って言ったら、メテペックモンスターの正体が判明した4年後ってことになるんじゃないの？正体が判明したのが2010年だからな。ただテレビ局としての意向は、未確認生物が存在していてほしいという願望があったのではないかと思われる。実際、メテペックモンスターの話が予想以上に膨れ上がったのも、そういう願望におひれがついて、ここまで話が肥大化してしまったんじゃないかな。ものすごく気持ちはわかるわ。わかるけど、話の盛りすぎはいけないわ。その辺に関しては、教訓にしたいな。3、アルナスラ巨石。次に紹介するのは、アルナスラ巨石についてだ。アル、ナス巨石？聞いたことない名前ね。アルナスラ巨石な。名前こそ聞いたことないかもしれないが、多分霊夢も聞いたことはあると思うぜ。自然の彫刻とも呼ばれるそれは、サウジアラビアに存在する大きな岩だ。アルナスラ巨石の最大の特徴は、まるでレーザー光線でぶった切ったかのように、正確に真ん中部分で割れていて、また二つになった岩の足の部分がわずかなのにもかかわらず、倒れることもなく、絶妙なバランスを保っている巨石のことなんだ。ああ、聞いたことあるある。
この巨石なんだが、約4000年前に切断されたものだそうで、一時期は、当時の人々は現代のレーザー技術のようなロストテクノロジーを保有していたのでは？などという憶測も飛び交ったんだ。そりゃ、普通はそう思うでしょうね。岩が真っ二つに切断されているだけじゃなくて、絶妙なバランスを保有しているともなれば、人工的に作られた可能性だって十分にあり得るし、しかもこの巨石には、実際に当時、高度な文明が存在していたのではないか？と伺えるような石碑も残されている。その石碑こそ、真っ二つに切断された巨石、アルナスラ巨石に刻まれた文字と絵だ。アルナスラ巨石に石碑が刻まれているの？書かれているのは、馬のような動物と、古代文字が少し。しかしながらこれがどういう意味を持つもので、古代文字に関しては解読を試みてはいるものの、現段階ではまだ解明には至っていないんだ。そういう話になってくると、ロストテクノロジーが存在していたのかもしれないわね。それに加えて不可思議な切断面の登場だ。当時の技術ではまずありえない切り口で、地質学的な謎とされてきたんだが、今回、この切断方法が判明したかもしれない、というニュースが飛び込んできた。ロストテクノロジーが判明したの？今回のニュースでは、この切断面を作ったのはロストテクノロジーどころか、人の手によるものではないという見解だ。どういうこと？人の手によるものじゃないとしたら、一体誰の手によるものだっていうの？自然現象さ。自然の力でこんな切断面ができるなんて。この仮説を立てたのはイギリスのブリストル大学の地質学者、ジェリー・ルイス氏だ。ルイス氏は、アルナスラ巨石を真っ二つに切断したのは、凍結融解作用によるものではないか？という風に見ているそうなんだ。何？その凍結、なんとか作用っていうのは？凍結融解作用。これは例えばコンクリートのような硬いものであっても、水分が凍結と融解を繰り返すことで、コンクリート内部に水分が浸食していく現象だ。この状態を放置してしまうと、コンクリート内部で凍結と融解を繰り返すことになり、コンクリートは徐々に劣化してしまうんだ。この作用が岩のような硬いもので作用すると、ひびが少しずつ広がっていき、最終的には岩を切断するほどの力を持つそうなんだ。とはいえ、この現象が実現するには途方もない時間が必要であり、何千年何万年と、凍結、融解を繰り返す必要がある。なるほど。そういう可能性があるってことなのね。確かに、人の手によるものでないとしたら、こんなにも見事な切断面は、大自然が時間をかけて作り上げたもの、と考えて叱るべきでしょうね。今回、新たな仮説が立てられたことで、解明に一歩近づいたってことね。そういうことだぜ。ぜひ、これからはっきりとさせてほしいもんだぜ。研究者の人たちには頑張ってほしいわ。4. ツタンカーメンの鉄拳。霊夢、ツタンカーメンは知ってるよな？もちろんよ、私を誰だと思ってるの。じゃあ、ツタンカーメンの鉄拳は知ってるか？何それ、気になるわ。古代エジプト第18王朝のファラオにして、最年少のファラオ、ツタンカーメン。古代エジプト文明のファラオの中で、最も有名な人物でもあるツタンカーメンには、数々の都市伝説が存在しているんだ。ツタンカーメンの呪い、とかが有名よね。また王家の谷で眠っていたツタンカーメンの王墓の中からは、黄金のマスクをはじめとした数々のお宝が発見された。その中にツタンカーメンの鉄拳が、発見されたことを、霊夢は知っているか？鉄拳が発見されてたのね、初めて知ったわ。でも鉄拳の何が謎に包まれていたの？ツタンカーメンが生きていた時代は、紀元前1361年から紀元前1352年だとされている。この時、鉄の製造技術自体は存在していたものの、古代エジプトと争っていた帝国、ヒッタイト帝国が技術を独占していて、軍事的にも優勢に立っていたとされているんだ。早い話、古代エジプト文明にはまだ、鉄の製造技術がなかったと考えられていた時代なんだよ。じゃあなんでツタンカーメンの王墓の中に鉄の剣が存在しているわけ？という謎が浮上してくるわけだ。この謎を解明するにあたり、日本の千葉工業大学地球研究センター、および惑星探査研究センター所長の松井貴則氏がチームを率いて徹底調査したんだ。すると、面白い事実が判明したんだ。どんな面白い真実が明らかになったの？ツタンカーメンの鉄剣は、剣と名付けられているものの、それは全長30センチほどの短剣なんだ。で、肝心の鉄の鋳造技術についてなんだが、原材料は地球のものではなく、宇宙から降ってきた隕石を使用したもの。製造方法はエジプト国外にて、低温鋳造されたことが判明したんだ。情報量が多いわね。隕石が原材料、詳しく聞かせてもらおうじゃないの。隕石が原材料だということは、実は2016年頃にすでに判明していたんだそうだ。
ただし、製造方法がわからなかった。その方法が判明したのが2020年2月。X 線による元素分析や高感度カメラにより調査、分析をした結果、当時の古代エジプト文明にはなかった漆喰技術が使用されていたことが判明したんだ。漆喰技術とは、簡単に言えば塗装技術のことだな。かなり手間暇がかかる技術ではあるものの、ホコリやゴミがつきにくく、耐久性が上がるんだそうだ。つまり、国外にて隕石を加工した探検に漆喰技術を使用して耐久性を上げ、ツタンカーメンの応募に入れられた、というわけだ。余談だが、エジプト国内にて漆喰技術が使われ始めたのは、ツタンカーメンの時代の約1000年後の話なんだとか。ってことは、当時争っていたヒッタイト帝国、あるいはその周辺諸国とエジプトは、貿易関係を持っていたことの証拠になるってこと？当然、国同士が争っているわけだから、公の場での貿易はなかったと思われる。そこで活躍したのが、フェニキア人だろう。彼らは海上貿易を生業にした種族で、もちろん古代エジプトにも出入りしていたからな。そこで国外に探検の製造を依頼した、と。いや、この探検は例外で、製造を依頼したわけではないとされている。ミタンニ王国という古代エジプトと貿易関係にあった国から贈呈されたそうなんだ。そしてこの事実は、また別の真実と謎を作るんだ。どういうこと？隕石を加工して、探検を作る技術があるのだとしたら、ミタンニ王国にはかなり高度な文明、技術があったとされる証明になるんだよ。ミタンニ王国はヒッタイト語を使用する国で、ヒッタイト帝国とは同盟を組んだり、攻め込まれたりしている関係だから、ひいてはヒッタイト帝国の文明が、ミタンニ王国に流れていると想像できるが、だとすると、鉄の王国、ヒッタイト帝国と呼ばれるだけあるって感じがするよな。確かにそうね。ツタンカーメンの鉄剣がどこから来たのか？どうやって作られたのか？その謎を考古学と隕石学によって導き出されたこともまた、大きな反響を呼んでいるようだな。あらゆる学問が協力し合って、一つの真実にたどり着く、ロマンあふれる話ね。今後もまた違う分野の学問を研究する人たちが協力し合って新しい真実を解明してほしいぜ。5. 雷に強力な空気清浄効果がある。次に紹介するのは、雷に強力な空気清浄効果があるだ。雷に空気清浄効果があるの？ということが今回判明したそうなんだ。順番に解説していこう。どうやら2021年4月29日に、雷が空気を清浄化させているという記事が、アメリカ科学振興協会が発行しているサイエンスと、ジャーナルオブジオフィジカルリサーチアトモスフィアーズ、という学術記事に掲載されたそうなんだ。内容は、雷が発生する際に、雲の中でいくつかの化学反応を起こし、その結果、大気中のメタンや一酸化炭素などの温室効果ガスを除去してくれている、と、こういう研究が発表されたんだそうだ。雷って確かにとんでもないエネルギーよね。そのエネルギーを作って空気を清浄化させてるとなると、かなりの清浄化が期待できるんじゃないの？期待、できるかどうかは別にしても、温室効果ガスが増えれば増えるほど、つまり地球温暖化が進むほどに、雷が増加する可能性はあるとされているな。むしろそれで地球温暖化が解決できるという風に捉えるのは、あまりに早計だと言わざるを得ない。そう簡単にはいかないのね。ただし、霊夢の言う通り膨大なエネルギーであることには変わらず、アメリカ、ペンシルベニア州立大学、気象学者、ウィリアム・ブリュヌ氏の見解では、試算ではあるものの、雷が生成されることにより、世界中の大気酸化が 2% から 16% 起きているんだとか、これにより強力な空気清浄化効果があると報告されたんだ。なんとかうまく使えないかなぁ？この研究結果を放置しておくのはもったいないわよ。放置するつもりは当然ないにしても、相手は自然現象だからな。人間の手で操れる代物ではないな。これも今後の研究を待つしかない、か。どんなに研究が進んでも、自然を操る技術は完成してほしくないと、個人的には思うぜ。何するかわかんないもんね、人間は。何するかわかんないもんな、人間は。6. 全身麻酔のメカニズム。次に解説するのは、全身麻酔のメカニズムについてだ。え？今まで解明すらされてなかったの？そんな方法で手術を当たり前のようにしていたの？びっくりだよな。何しろ約200年間もの長きにわたって、全身麻酔のメカニズムがわからずに、手法として取り入れられてきたわけだからな。びっくりよ。かねてより、全身麻酔のメカニズムとして有力だった仮説の中に、マクシ室説というものがある。これは20世紀初頭に唱えられた仮説で、簡単に言うと、麻酔薬は油に溶けやすく、人間の脂質と触れ合うと高い効果をもたらし、
その結果、感覚が麻痺して痛覚を感じなくなる、というものだったんだ。しかしこれまではあくまで仮説で、推測の領域だったんだが、2020年7月、この仮説を裏付ける証拠となったんだよ。どういうことなの？今回の研究では、注射で体内に入れる麻酔薬ではなく、吸入型の麻酔薬で行われたんだ。ここで注目したのは、脂質ラフトと呼ばれる脳や脊髄などの情報を処理、伝達、指令する。中枢神経系の中心的な役割をした神経細胞が、麻酔と触れ合うことによって崩壊し、脳や脊髄に対して情報を処理、伝達、指令しなくなるということが判明したそうなんだ。確かに、脳や脊髄に情報がいかなければ、痛みを感じることもないでしょうからね。でもそれって、大丈夫なの？要するに神経細胞を壊すんでしょ？壊した神経細胞は時間とともに修復される。でなければ、全身麻酔の文化がここまで普及することもないだろう？それを大前提として、どうして麻酔が効くのか？なぜ脳に情報が伝達されないのか？という疑問に光が差したという点は、医学界では大きな発見になったんだ。研究を始めて100年以上が経過しているわけだからな。それに今回の発見により、神経系の疾患に対する新たな治療法の確立も期待されているんだよ。代表的なもので言えば、パーキンソン病、とかだな。治るの？まだ治らない。でも今後、治せるかもしれない。すごい大発見じゃないの。これもまた、今後の研究に期待したいよな。病気にはなりたくないけど、治療法が確立されるのは嬉しいわね。7。早起きは三問の徳。最後に話す内容は、ぜひ霊夢に聞いてほしい内容だ。早起きは三問の徳についてだからな。これを最後に持ってくるとは。マリサ、作詞ね。早起きは三問の徳ということわざは、ただのことわざじゃなくて、科学的に解明されたれっきとした健康法だってことなのさ。ぜひ教えてほしいわ。そう思ってる人はたくさんいるはずよ。それじゃあ解説していこう。今から紹介するのは、要するに朝型と夜型の違いについて解説していくわけなんだが、科学的に証明された内容について話したいと思う。私は断然夜型人間なわけなんだけど、それってやっぱり良くないのかしら？今回の研究では、朝型と夜型の他にも、その中間のタイプ、通称クロノタイプの3種類に分けられて、研究が行われたそうなんだ。クロノタイプって、具体的にどういう人のことなの？朝型ほど早くは起きず、夜型ほど遅くまで起きていない人のことだな。オランダの学術誌、エコノミクス&ヒューマンバイオロジーによれば、2023年8月、フィンランドのオール大学の研究チームがこんな記事を発表したそうなんだ。夜更かしを好む人は、睡眠習慣を含む健康習慣が悪化する傾向にあり、それに伴い、賃金の低下が確認されている、と。早い話、夜更かしをする人ほど、経済的に恵まれていないってことなのね。対して朝型の人の方は、健康的でかつ経済的にも恵まれている傾向にあるそうなんだ。なんとなく、想像通りの結論ではあるわね。また夜型の人やクロノタイプの人は、喫煙をしたり、アルコールの摂取量が多かったり、もしくは、あんまり体を動かしてないなどの共通点があるようなんだ。その結果、睡眠の質が悪くなってしまい、朝型の人よりも 4% ほど年収が低いという研究結果が出たんだとか。ってことは、要するに睡眠の質が悪くなるから朝型にした方がいいってことなの？平たく言ってしまえばそういうことだな。ただ実際に早起きをした時って、何か得した気分になるのも事実だしな。それが今回、数値として結果が出たというのは、朝型の人にとっては大きな励みになるんじゃないか？これをたかが 4% と思っている人は、なかなか朝型のライフスタイルに変わらないかもしれないけどな。継続は力なりっていうもんね。一日だと 4% に満たなくても、続けていたら 4% 以上の成果だってもたらせるしね。お、霊夢からそんな言葉が聞けるとはな。もしかして、朝型になってみる気になったか？頑張ろうとは思ってるんだけどね。一番の方法は、早く寝ることだから、頑張ってみるんだな。朝型の方がいいっていうのは頭ではわかってるのよね。でもなかなかできないのは、いろんな誘惑に負けてるからなんでしょうね。でも頑張ってみるわ。というわけで今回は、解明された世界の謎7選について解説したぜ。ロマンあふれる謎から、日常的な謎まであったわね。最後の謎に関しては、分かってはいても実行に移せなかった私の背中を押してくれそうだったわ。なかなか行動に移せないのも謎といえば謎なんだがな。その謎については自分で行動して解決していくしかなさそうね。他にも解明された謎を紹介して欲しかったら、リクエストしてくれ。それじゃあ、今日の動画はここまで。
動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。